はい、どうも皆さん、こんにちは、ミザでーす。ういうい。ということで、本日はですね、決戦星の古戦場 200L 到来ということで、フルオートちょっとね、試してたんですけど、いや、こいつは強いぜ。硬いし、痛いし。大変きついんですが、ちょっと、まあ、いい感じに組んできたんで、まあ、ちょっと紹介していければな、というふうに思います。今回はね、かなり時間がかかるので、皆さん覚悟の準備をしておいてくださいって感じなんだけど、うん。装備とかがしっかりないと、150回った方が基本的には早いことになりそうだね。うん。まあ、今回、パナケイヤ、ハロウィン・ロゼッタ、カシウス、シャレム、ガブリエルまで使うかな。あ、今回あれです。ハーゼなしです。なんと、最初からハーゼなし。素晴らしいですね。まあ、ベインの枠が、まあ、最終してなくてもいいから、ハーゼ入れておけると幸せになれる。サブ要因だね、ここ。うん。たまーに出てくるかも。まあ、ガブリエルはほぼ確実に出てくるんで、まあ、覚悟の準備はしておいてくださいって感じのところです。で、武元生こんな感じ。うん。一本シュレディンガー増やしたね。今回のボスは、反射がえぐい。ですよ。反射がえぐいので、HP の実数値が欲しいって感じだね。3万とか食らうから、割と余裕で。となると、ここの基礎 HP がしっかりない場合は、そのまんまタコ殴りにされて大変なことになるんで、HP パーセントを意識した方がいい。だからまあ防御シュレディンガーになっちゃうかな。まあ、一応レベル17とはいえね、防御シュレディンガーリビルドになっちゃってるんで、すいませんって感じかな。うん。で、杖杖パナケイヤ。メイン杖が、この、あれだね。ゼノ呼吸杖。で、サブが、虚空の廃腕だな。うん。久しぶりに見たね。まあ、今回ね、ドラゴニックウェポン採用してるんで、まあ、ドラポン強化してるんだったら、週末入れてもいいんだけど、まあ、今回はね、ドラポン強化してないってことに一応しておきました。っていうところ。まあ、HP 大事かな。召喚石こんな感じ。バブ、メインバブで、クイック召喚をジャスティスにした、超越ルシの方がいいんだけどね。まあ、超越ルシを持ってない人にも配慮した新設設計。でもこれやらないと思う。正直。やらないかもしれない。わかんない。あ、流血はいらないっすね。はい。まあ、こんな感じで行ってみたいと思います。クイック召喚ジャスティスは、まあ、水属性は超越ルシみたいに使える気持ち。CTQ で HP 平均化するんですけど、まあ、今回リフレクト食らうから、まあ、リフレクトを食らって HP が一人だけ減っ込む。例えばだけど、まあ、バレンタインカシウスが一アビ使ってカウンターもらって HP 減っ込むみたいなのあるんで、そこら辺を平均化できるっていう強みがありますね。一応ね。はい。ということで、じゃあちょっと実際にどんな感じになるのか行ってみたいと思います。対戦よろしくお願いします。レッツラゴーゴー。もちろんフレンドは超越ルシです。よろしくお願いします。まあ、メイン誌バブだけど、まあ、エウロペとかでもいいだろうし、まあ、メイン誌は正直フリーかな。うん。まあ、HP がね、まあ、ここで平均化されて回復するんだけど、最初はダメージを食らっちゃいますね。で、まあ、やっぱりね、シャレム強いね。普通に。うん。シャレム普通に強いから、結構なんかパワーを感じるキャラだと思ってる。うん、ね、まあ、バレカシ。まあ、この3人の並びはね、結構個人的には優秀だなっていう風に思ってるんで、まあ、どうだろう。まあ、最初はとりあえず封印。で、ここでトレバス打ちまくりながら、まあ、主なダメージソースは奥義ですよね。うん、シュレディンガー3本入ってるんで、まあ、奥義の余ダメージで、メインで戦っていきたい所存。あと、アビダメだな。うん。あとは、アビダメでぶち込んでいくぜって感じなんですが、まあ、どうしてもダメージ低いのダメージ低いの。でもほら、やっぱ、メイン武器がゼノ呼吸杖なんですよ。メイン武器ゼノ呼吸杖だから、奥義の余ダメージが高いっていう特殊効果を持ってるんで、メイン装備時、主人公のみ。結構主人公がいいダメージソースになるんだよね。しかもここからトランスレベルが3になるんで、うん、主人公のトランスレベルが3になることで、さらにその火力は加速するんだよな。まあメイン石バブは一長一短だと思うけど、まあまあまあって感じ。うん、まあでも多分エウロペとかにして全体の火力底上げした方がいいんじゃないかな。これさ、アビダメが減衰出てんのかも怪しいぐらいの、とんでもない感じになってるんで、うん、倒せるんだけど、時間かかりすぎるから、実戦で使うかどうかは、ちょっと正直保証しねえよ。
先に言っとこう。この動画を最後まで見る人向けに先に言っておこう。この編成を、この編成がなんか実戦で使うかどうかは保証いたしませんということはちょっと言っておきたいと思います。で、まあ、超越ルシで回復をつかせて、だってさ、85% に行くのすらさ、2回目の、ハーレクイーン通るからね。水着シャレムの3アビが、85% に行く前に、始まってしまうっていう、かなりの苦行、かなりの苦行モードに入ってるんで、まあまあまあ、でもそれもまた気持ちがいいよね。さあ、これで。ただね、結構盤石というか固めになってるね。こいつ火力高いんだよな。検証は基本的にリロ殴りでやって、あ、これいけるなって思ったから今動画上げてるんだけど、正直、このワマムツね、めちゃくちゃ硬いんで、まぁ、ちょっと火力がやっぱ大事かな。火力がないとやっぱ150やった方が早いかも、みたいになっちゃうかもしれない。この太古の輝きはもう5がデフォですね。もう、削る気なし。この太古の輝き削る気なし。さあ、OD に入る状態で、ハーレクイーンの2回目が入って、ここでビビビビビビビと。はい。さあ、聖者の計り、来ましたね。まだここはね、聖者の計りはね、ちょっとなんならダメージを食らうという、デメリット意志になり果てているんですが、いや、ここからですよ。いつか覚醒する時が来るんで、見といてください。俺のジャッジメントが輝く時を。ジャッジメントですの。85% の特殊食らいました。はい、これ、ブボボボボボボ。結構多段ダメが多いんですよね。敵の特殊技。そう。敵の特殊技結構多段ダメが多いので、そこら辺考えるとね、ああ、そう、ほら、4万食らった。結構食らうんだよな。ここら辺で HP は回復していくんだけど、どうしてもこうやって、リフレクトとかで HP がへっこんじゃうんで、まあ、そのあたりを、補えるっていうのは魅力的なポイントだね。さあ、これで、アビリティをドカン、バコン、ギャコン、ドコンと使っていく。カルマ、おい。アビダメで戦っていく男、ミゼラブルミスト。はいはいはい。通常ダメ40万か。でも通常ダメ40万って考えたら意外とまあまあまあか。さあこれで、太古の輝きはレベル5になりましたと。太古の輝きは、レベルに応じて攻撃力、連撃、通常攻撃に非属性の追加ダメが発生する。まあね、こう 50% のあたりでね、ビーラは、あ、ロゼッタは落ちます。ハロウィンロゼッタは HP50% で通常攻撃食らったタイミングで、まあほぼほぼ落ちちゃう。正直これはね、避けられない、俺はあんまり避けられない未来だと思って覚悟して生きてる。あのね、正直通常が痛すぎる。 HP50% なんかよだめアップとかつくんだよね。そう、よだめアップとかつくんだけど、そのあたりのね、通常がもうあまりにも痛すぎて、正直ね、ハロウィンロゼッタはね、最後まで生存させることはちょっと無理だなっていうような判断に至りました。まあ、なのでね、後ろのキャラクター、まあ後ろのキャラクターはもう少し吟味してもいいかなって感じはある。俺今回ガブリエル採用してるけど、ガブリエルじゃなくてもいいのかなって感じ。後ろのメンツはね、まあ誰を出すのかって言われたらわかんねえけど、まあビカラとかでもいいのかなって感じ。だまあどうしてもやっぱビカラって、あんま持ってる人いないんじゃねえかなって正直思ってる部分もありけりなので、まあなんか、ビカラは極力とりあえず入れずに行ってみるかっていう。他のキャラガンガン入れてるけどね。ハロゼッタとかさ、まあ2年前、3年前とかに出てくる季節限定はドカドカ入れてんだけど、まあガブリエルは運が良ければ持ってるかっていう感じで組みました。はい。やっぱ 200L はさすがにね、なんか、200L はさすがに、実用的な面も込み込みで、季節限定は入れたいところはあるかもしれないな。まあ、じゃないとね、やっぱ、どうしてもソシエとか、リリーとか、
昨日紹介した動画みたいになっちゃうんで、昨日紹介したみたいな動画になっちゃってて、そう考えるとまあ、ちょっと時間的に押しそうな感じがしたので、はい、まあ、今回はこんな編成でやらせていただいておりますけどね。ドパーン、攻撃を封じられていく。さあ 65% ですね。次は 1% も削、 1% 削れた1ターンで 1% 削れました。褒めてください。1ターンで 1% 削れましたよ。ダメージ食らっていくね。まあ、超越ルシあるんだったらもっと早いと思う。フレンド超越ルシね。フレ超越ルシは、まあ、俺、フレ超越1ルシだったんだけど、HP 回復優秀だし、フレ超越5ルシだったら、あれじゃないですか。フレ超越5ルシだったら回復性能アップがつくと思うんで、この編成回復性能アップかなり影響を受けるんですよ。カシウスもいるしね。まあ、だから超越ルシ入れられるんだったらもっとなんか便利な感じで進行できそうな感じはしたんだけど、まあ、ちょっといかんせん残念な感じですね。さあ奥義ディスペルをぶちかましていく。そして奥義再発動、2回目のディスペル繰り返していく。いいですよ、いいですよ、いいですよ。まあ、ここでブレイクに持っていきたいですね。あはブレイクゲージが驚くほど減らなくて、クーサー、クーサー。さあこれでディスペル、ミスト、ソイ、トレパス、ソイ、400万。いやこれでさすがにブレイクいくだろう。頼むで。オッケー。この時点でだいたい22ターン、約10分ほどがかかってますね。まあでもまだいけるか。20分以内に倒せんだったら、まあ別にいいのか。存在意義はあるのか。そこに愛はあるのかもしれない。そこに愛はあるんか。さあカルマ、カルマね、便利なんだよね。そう、召喚、でも召喚負荷が意外ときついような気もしなくもなく、超越ルシクイック召喚にできるんだったらそっちの方がいいと思ってんだけど、超越ルシだったら CT6 なんですよ。超越ルシの召喚感覚って。だから、その、シャレムのニアビを使った時の3ターン召喚負荷が意外と影響を受けるのかなーって思ったりしなくもないんですが、突撃、ファントムローズ、奥義打って、おい、これで今 56% よ。ハーレクイーン、完全に無意味なシャレム3浴びきました。ガチ無意味、うん、ガチ無意味なシャレム3浴び、何の影響もない3浴びがワマムツを襲う。うい、で 54%、まあ、ここら辺で 50% 踏み込めるといいんだけどね。いやー本当に厳しいか。 53%、 おい、210万。 52%、 奥義がメインダメージソース、行ってこい。次ターンで 50% 特殊食らえるかな。で、多分、その、一浴びの効果が残った状態で通常食らえると思うんで、ちょっとそこでね、事実を見てほしいところはあるかも。50% 踏み込んでいくスタイル。はい。まあ、ここ全体カバー、ここまでは大丈夫なんだけど、やっぱ次だね。まあ、ここの次がどうしても厳しい。まあ、ハロウィンロゼッタの優秀なポイントここだよね。ほら、ここで弱体耐性アップをヒューネラルフラワーのディスペルで消せるっていう、最高度をつくんだよな敵、えぐくね。最高度をつく。ただこの編成はね、ディスペルが割とこの、あのしっかりこのタイミングで合うようになってるんで、あ、ヨダメ上昇消えるならハロゼッタは生きるか、わからん。
ワンチャン生きるかもしれない。ここのよだめ上昇ね、マジでえぐくて、なんか、あ、ここのよだめ上昇を消せたらでかいですね。ハロゼッタが生きる可能性が、ハロゼッタ生存ルートが今、可能性を感じてしまったよ。ハロゼッタにワンチャンの可能性を感じてしまった男、ミザ。おい。これで、まあでも大体落ちるね。35% までには、まあほぼ確実に落ちてた。今までは。なので正直、希望を捨てている。希望を捨てているミザはいるよ。奥義のスローが入っていく。まだデバフの個数足りてないからね。奥義再発動はないですね。さあこれで、ルナパラドックス。HP を回復していくんじゃぞ。それ。それ。これで、はい、痛いのよ。さあ、リフレクトやってきました。まあでも、リフレクトはね、カシウスが受けるんですよね。大体ね。まあ、ルナシンボルのスタックもそうだし、このミラージュサインが普通に発動するのもそうだし、まあ大体これ食らっちゃいがちだね。まあ、ここら辺で、ここら辺で、ジャスティスが来れば、かなりでかい。主人公とシャレムの HP を吸収できるから、さあ耐え切ることは、いやでもここら辺でね、1アビ上がるんすよ。シャレムの2アビによって、ハロゼッタの1アビが上がる。つまりはどういうことかわかるか？特殊技を食らって終わりってことだよ。これで、ハーレクイン。いやでも結構なデバフが入りましたよ。さあ3ターン耐えれば、3ターン耐えればハロゼッタの勝ち。だが、お前は青バラの結界を展開してしまった。さあ、生きていけるのでしょうか。で、35% の特殊、35% の特殊技食らって、CT マックス特殊食らうんで、これ。お？いや、待って。これ 35% いけないんじゃないか？火力がなさすぎて。まさか、火力がなさすぎて 35% にいけないなんていう可能性が？いや、行ったね。いや、さすがに行ったか。うぃー。で、ここのリフレクト。あー、カシウス落ちちゃうか？カシウス落ちちゃうのか？スタックエッジで HP 回復。いや、カシウス、いや、待って、これカシウス生存ルートではあるかも。5万食らうけど、スタックエッジの回復でどうにかならんか？ビビ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 ビ。来たー。で、これで青バラの結界で、ロゼッタ生きるから、こういうルートもあるのか。まあ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 。ウィータ、ブレ、ウィス。耐えた。ハロゼッタ絶対落ちてたんだけどね。ここで聖者の計りにより HP が平均化されます。まあ、超越ルシの方がほぼほぼ良くて、俺も絶対超越ルシ入れたいなって思ってんだけど、それはそれとして、このタイミングの、ジャスティスは、まあ便利か。このタイミングのジャスティスはまあ便利なポイントではあるかもな。さあ。ディスペルをバンバンぶちかましてあげて、はい。ティロリロリロン、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 ティロリロリロン。で、HP を回復させていく。おい。30% ね、残り。でも言うてまあ、20分以内に終わったら幸せではあるが、いや、20分は無理だな。23分といったところか。はい、はい、はい、はい。で、アミティコホス。お、立て直ったぞ。珍しいパターンですね。なんか、3回連続ぐらい一応試してて、3回連続ね、ハロゼッタが落ちてたんだよね。具体的に言うと、HP50% で、よだめアップがついた状態の時に、通常攻撃食らったら、1万ぐらい食らうんだよ。そう、全体カバウで、通常一発1万ぐらいのトリプルアタック食らって、ハロゼッタがどうしても落ちて、後ろからガブリエルが出てきてっていうパターンがあったんだけど、
ちょっと今回は、タイミングでしたね。はい。まあ、でも、それでも、押し切れたって感じ。で、後ろからガブリエル出して、パワーで押し切るよっていう感じだったんで、まあ、むしろそっちの方が早いかもな。ハロゼッタが落ちた方が、一応スピード的には早かったかもしんないけど、うん、まあ、こういう、生存パターンというルートも見せられたかな。もというか、ルートしか見せられてねえけど。さあ、これで青バラの結界。まあ、このあたりから、通常がマジで痛いのを見せたい。いや、結構連撃率が高いから、ほら、結構連撃率が高いから、シャレムの3アビが優秀な気がするわ。うん。シャレム3アビの、連撃ダウンとかで、多分体力高めに維持できてるんだろうなっていう感じはある。ミラージュ、サイン。20% いけ!いけないよね。カンブリア熱戦。で?カンブリア熱戦ってカンブリア宮殿から来てんのかな?正直さ、なんかこのワマムツって元ネタクマムシじゃん。見た目からわかるけど。クマムシのことよく知らないんだよね。なんか耐久力がすごいってことしか知らない。俺は。宇宙に飛ばしても生きてるみたいな。なんかそういうのぐらいしか知らなくて、なんか、クマムシ知識がないから、素直にこれを笑ってあげることができない。ごめん、運営。笑ってあげることができなかったよ。さあ、ミラージュサインぶちかましていく。いや、カシウス優秀だね、やっぱ。HP 回復があるのがでけえわ。やっぱ、前回の動画、無課金のやつかな。無課金のやつとかでも思ったけど、防御力上げる手段とかはそこそこあるんだけど、なんか現代でも通用する HP 回復手段って意外とない。グラブル。うん。まあ、1000とか2000とか、正直1000とか2000とか単発で回復してもリリーのさ、ホワイトヒールとかそうじゃん。1000とか2000とかさ、単発で回復しても仕方ないからさ、だからやっぱもう6000とか、一撃6000プラス活性とかさ、まあ、超越ルシフェル、うん、みたいな効果じゃないと、回復性能としてちょっと実用に耐えるかどうか怪しい部分あったと思うんだけど、まあ、今回敵がめちゃくちゃバフつけてくるから、うん、そこら辺でディスペル成功した際に HP 回復するっていう効果が相まるのは、うん、マジで、助かるね。カシウスがマジで普通にヒーラーとしても活躍できる世界線なので、ちょっと助かってます。さあ 10% の特殊を食らっていく。おい、ブボン、ブボン、ブボン。いやでもやっぱハロゼッタもいいわ。ハロゼッタ、刺さってる。うん。ハロゼッタ刺さってるね。まあ、欲を言うならもうちょっとダメージ欲しいけどな、ハロゼッタ。全体かばう要因としてマジで優秀なんだけど、もう少しダメージあったら、うわー、いいなー、あおー。って思う部分もありけり。ヒューネラル、フラワー。まあ、でも、敵の特殊技に対抗してディスペルをかますっていうだけで、やっぱ、全体カバウ持ってて、敵の特殊技反応ディスペル持ってて、マウント持ってて、まあ、マジでスズメの涙とはいえバリア持ってるじゃん。マジでスズメの涙バリア持ってて、デバフ持ってて、まあ古戦場特攻だよね、ハロゼッタ。お、来た、ほら、見て、HP 回復、ピロ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 ン。なんと、耐久できてしまいます。ジャッジメントの、ね、ごめん、ジャスティスだわ。ジャスティス強さたまーに感じるんだよね。うん。俺がなんか最初にジャスティス入れてた時、お前なんか適当に入れたって思ったかもしれない。思った人もいると思うんだけど、このあたりね、割とこう、綺麗に刺さるんで、ジャスティスはこのため、ここら辺のために取ってるって感じだな。うん。まあ、やっぱ HP がへっこむことが多いのでね。リフレクトがあるので。さあ、これで。ドラー 5% の特殊。おいおいビーター・ブレウィス。まあ、デバフは何も意味ないね。もうアミティコホスと超越ルシで、うん、
まあデバフは基本的に意味ないと思っていただこうか。さあこれで、はい、カシウス落ちたね。あ、カシウスだから防御タイプおすすめだね。うん、カシウスとかも防御タイプ、シャレムももちろん防御タイプ、うん、ハロゼッタも防御タイプ。防御タイプにして耐久力を確保するのはかなり大事なポイントになってるね。せいせいせい。これでターンエンドかな。よいしょという感じです。対戦ありがとうございました。22分半ぐらいかな。そうだね、22分23秒。うん、まあ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 、まあ、ダメージソースがバブ持った主人公とカシウスか、うん、どうしてもやっぱハロゼッタはダメージ的に見ると少し低いなっていう感じはしなくもなくっていうところだね。まあ、ただ今回のボスはリフレクトがやっぱ結構えぐいので HP の数字がちょっと欲しいなとは思いました。はい、まあ、なので、まあ、守護スキルとかがっつり持って、耐久力を確保してあげると、クリアしやすいんじゃないかなと思います。まあ、防御タイプにしたり HPLB 振ったりとか、まあ、そこら辺もちょっと意識すると 200L 攻略するんだったらクリアしやすいかもって感じでした。はい、参考になればさやです。ほらまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。